ふるさとだよりです。ひんやりする映像で始まりました。はい、お伝えします。東京は毎晩熱帯夜、今朝も早い時間から蒸し暑いですね。今週は各地で危険な暑さになりました。体調はいかがでしょうか。この暑さこの先どうでしょう。気象は吉井さんです。おはようございます。この土日も広く猛暑日が予想され、危険な暑さになるところもありそうです。猛烈な暑さは週明けまで続くため、熱中症の対策を徹底してください。後ほど詳しくお伝えします。まずはふるさとニュース。ご覧の地域の話題を 4K の映像でお伝えします。最初は熊本からです。今月3日に発行された新しい紙幣の話題です。福永さんはもう新しい紙幣手にしましたか？私まだなんですね。私もなんですよ。いつ手にできるか楽しみなんですけど ね、このうちですね、千円札に肖像がデザインされた北里柴三郎の出身地では、新紙幣の発行を祝うイベントが行われました。こちら北里柴三郎の肖像画です。続いて気象情報、気象予報士の吉井さんです。はい、もう毎日暑いので冷やし中華食べて、ずっとクーラーの効いた部屋にいちゃいますね。その暑さを、ね、避けるの大事ですよね。少しだけ暑さを忘れられるこんな花はいかがでしょうか。淡い紫色の花、アガパンサスです。涼しげな色で綺麗ですね。はい、ギリシャ語で愛を表すアガペと花を表すアントスの組み合わせからついたアガパンサス。ということは愛の花なんですね。そうなんです。梅雨から夏にかけて放射状に花を咲かせる姿はまるで打ち上げ花火のようです。このお花を見て散歩したいんですけど、暑い時間帯は避けた方が良さそうですね。はい、そうですね。この土日も猛烈な暑さ続くところが多くなりそうです。まずは今の気温を見てみましょう。はい、3日連続の熱帯夜となった東京都心はすでに 30.9 度、朝から気温が上がっています。その他名古屋ではもう 32.1 度もあるなど、30度を超えている地点が増えてきています。はい、こちらは地上の気温を左右する上空 1500m 付近の暖気の予想です。今日も晴れれば35度くらいまで上がる赤の空気に、沖縄、九州から関東甲信にかけて覆われるでしょう。さらに明日になると関東甲信を中心にもう一段強い暖気が予想されています。さらに暑くなるんですか。はい、これ40度前後と危険な暑さをもたらすようなめったにないレベルです。土日の天気と最高気温がこちらです。名古屋は明日38度、もう7月上旬とは思えないくらいですね。そうですね、体温を超える危険な暑さになりそうです。関東の内陸も40度近くまで上がって、東京都心連続の猛暑日、連日猛暑日になりそうです。昼間の暑い時間帯は外出を控えて、クーラーを適切に使うなど熱中症の対策を徹底してください。そしてお天気見ますと、雨のところもあるようですね。はい、今日はマークにないところでもにわか雨や雷雨がありそうです。天気図を見てみましょう。はい、北海道に低気圧が近づく見込みです。また南からは暖かい空気が流れ込んで、広く気温が上がるため大気の状態非常に不安定になりそうです。詳しい天気の移り変わりです。北海道は雨が降ったり止んだりでしょう。その他日差しが照りつけるところでも、午後はあちらこちらでにわか雨や雷雨がありそうです。局地的な激しい雨、落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうなどにもお気をつけください。この厳しい暑さのまま梅雨明けをするんでしょうか。そうとはいかずに、来週は広く再び梅雨空が戻ってきそうです。はい、週間予報で見てみましょう。関東から九州で梅雨の中休みとなるのは火曜日まで。水曜日以降は曇りや雨が続く見通しです。猛烈な暑さに警戒が必要なのは月曜日頃までとなりそうです。来週後半は雲が広がる分、極端な暑さは収まりますが、30度前後の蒸し暑さは続くでしょう。この
この土日も災害級の暑さになりそうです。無理はせずこまめに水分や塩分休憩をとってお過ごしください。では今日の天気です。北海道は断続的に雨や雷雨で、北陸も午後は雨の範囲が広がるでしょう。東北や関東甲信から九州は晴れ間はあっても変わりやすい天気です。昼頃からはにわか雨や雷雨のところがあって、局地的には激しく降りそうです。予想最高気温です。沖縄、九州から関東にかけて広く熱中症警戒アラートが出ています。東北も30度以上と各地で真夏のような暑さでしょう。午前中の降水確率です。札幌と旭川は 50%、 松江は 40% です。午後の降水確率です。北海道で高いほか、金沢は 70%、 東京は 50% です。週間予報です。東北や北陸は梅雨空が続いて、月曜日にかけて大雨のところもありそうです。気象情報でした。父がアユ釣りが趣味で、先月1日に釣りが解禁してから毎週行ってるので、もう実家の冷凍庫が今アユでパンパンなんですよ。でもなんか羨ましいです。清流が育むアユは美味しいですよね。ただ父以外誰も食べないんですよ、私も食べてっちゃうではお別れは清流が育むこちらです。良い週末をお過ごしください。